石岡バスストップ上り線でバスが乗車扱い中石岡バスストップは茨城県石岡市若松2丁目の常磐自動車道本線上にあるバス停留所施設である。常磐道や茨城県では初となるパークライド方式の取り組みの一環として整備された。2004年10月1日市を開始、常磐自動車道の58キロポスト付近に位置している。 上降上は、下りと上りでは100メートルほど位置がずれており、上り線の方が東京寄りになっている。掘り割り構造となっており、乗車する際には、速道から防音壁の引き戸を抜け、階段で降りることになる。下り線は、TM ライナー以外は校舎専用となるため、待合室などは設置されておらず、各種案内は照明の柱にくくりつけられている。上り線は、 待合室が設置されており、時刻表などは待合室内に掲示されている。掲示物の一部は防音壁の出入口近くにも掲示されている。上り線側の入り口近くには利用者用の無料駐車場が整備されている。到底留所前に近距離バスの高速石岡東停留所が設置されており、常磐道の途中バス停としては二次交通との 結節が比較的良好である。一般的なバス停であり待合所やトイレの設備はない。石岡市街中心部まで一般路線バスで数分、スカイスポーツの盛んな安里地区の中心、柿岡市街まで20分程度。茨城空港、小川、鉾田方面は石岡駅停留所で乗り換えとなる。石岡のお祭り開催時は迂回休止となるため、 一つ、隣の、鹿のこ東停留所利用となる。茨城県道7号石岡畜生線から、高速バス停留場の看板を曲がり、石岡 BS 利用者専用駐車場利用。周囲は、市街地に隣接する住宅地となっている。コンビニエンスストアが2軒ある。高速バス停留場整備、常磐道の内原、石岡に、利用者向け駐車場も日本工業経済新聞社。 www.nikoukei.co.jp2020 年6月15日閲覧貫鉄グリーンバスありがとうございます